通常国会が今日召集されました。焦点は与野党が対立する働き方改革などの法案や憲法改正の議論です。国会前から中継です。はい、国会は珍しく雪の降る中での開幕となりました。安倍総理は去年の衆議院選挙での圧勝を背景に議論を有利に進めたい考えです。この国会はその国民の皆様の負託に応えていくために一つ一つお約束したことを実行していきたいと思っております。安倍総理は今回の国会を働き方改革国会と位置づけています。午後の施政方針演説では残業時間に罰則付きの上限を設けることを盛り込んだ法案の成立に向け決意を強調します。憲法改正も焦点です。自民党は党大会が開かれる3月下旬までに改憲案をまとめ国会での野党との議論に持ち込みたい考えです。クリアに、分かりやすく、そして国民の皆さんの暮らしに寄り添う政治を実現をしていく。ただ野党側は憲法改正をめぐって温度差があります。統一会派を作る構想も暗礁に乗り上げており、どこまで連携できるかが課題です。安倍一強と言われる中で国会の責任を果たすための審議がどこまで尽くされるのか、安倍総理にも野党側にも議論の質が問われます。